こんにちは、のぶです。では、673日目、左足のアウトサイドチャレンジ100回。現在目標は40回です。ただ、なかなか40回にはまだいけてません。20回前後ですかね、今。やっぱり、で、ポイント2つ。蹴る面を地面と平行にする。蹴る足の面を地面と平行にして、真上に上げる。で、軸足を使って、2つ目は、軸足を使って体とボールとの距離、自分が蹴りやすい距離を作る、そこが、意識して今日もやっていきたいと思います。では早速ちょっと寝不足なんですけど、やっていきたいと思います。では行きます。好き。